の味方ご一行様の到着じゃ。頭、それじゃあわしらは。頭、こっちにはいませんでした。キヨちゃん、ここにはおらんかったか。よっしゃ、次行くぞ。頼むぞ。そうじゃろう。どこにキヨちゃんなれや。ソメヤという男を捕まえ。ソメヤが大浴場にいるよ。キリナルキ。
染谷はどこだ。なんだてめえ。兄貴、染谷いう男、おらんですの。ああ。あん中はまだ見とらんの。たまらんの。よりによってなんちゅう場所じゃ。もう行けん。ちいと失礼します。おい。生き返るわい。あ、なんじゃこりゃ。我はナグモ。これは一体何のつもりじゃ。違うで、わしナグモじゃ。なで。バカたれ、もう遅いわ。しもうた。あれあれ、キリュウさんじゃないですか。ソメヤ、さすがに今度は偶然ってわけじゃないですよね。つうかその格好熱くありません？清美ママは無事だろうな。彼女どこにあった？まさか四代目ともあろうお方が女一人のためにこんな無茶やらかすなんてね。噂通りの人で嬉しいですよ。彼女はどこだと聞いている。答えた方が身のためだ。なるほど、やる気ってわけですか。ですがあいにく俺にその気はありませんよ。何？奇襲を受けた時点でこっちの不利ですから、あんたと真っ向からやり合うようなバカはしない。俺はね、確実に勝てる時だけ戦ってのし上がってきた男なんですよ。ただ単に臆病なだけにも聞こえるがな。早合点しないでください。俺はこの喧嘩まだ負けたとは言ってませんよ。ん？よく言うじゃないですか、
逃げるが勝ちって。てめえ、くそ、逃がすか。兄貴は染谷を追ってください。おっほう。染谷、
観念しやがれ。まったく、せっかく風呂入ったのに汗だくじゃないですか。こりゃまた入り直さねえと。ずいぶん綺麗な体をしているんだな。今時炭なんか入れてちゃ仕事になりませんよ。何？ヤクザが仇を脅してあぶくぜにせしめてた時代とは違って、今は真っ当なしのぎに手出した方がよっぽど安全で何より儲かる。俺は上からそう教わりました。炭は脅しのために入れるもんじゃねえ。己の生き方を背中で示すために入れるんだ。背中に憧れるってやつですか。夢だな。夢だと？現実はもっとシビアなんです。結局親が子に求めるのはどれだけ組織に貢献できるかでしょ。今じゃ入れ墨なんて入れない方がしのぎになるわけですから、これが極道として正しい姿なんですよ。夢を忘れて金に走るようになったら極道はおしまいだ。誰もが憧れるような生き様背負った男がいてこそ、そいつを担ごうと一つの組織にまとまることができる。さもなければ跳ねっ返りの多い極道なんざ一瞬でバラバラになってしまう。だから金こそが人を引きつける最大の魅力ってことになるんでしょう。少なくとも菅井さんはそう思ってるみたいですよ。まあいいや。女ならこの中に監禁してます。今頃たっぷり可愛がってもらってるんじゃないかな。安い挑発には乗らねえ。彼女の居場所が分かれば十分だ。さっさと片付けてここを通らせてもらうぜ。そう簡単に行けばいいですけどね。伝説とまで言われた四代目が相手だ。こっちも失礼のないよう少しだけ本気出させてもらいますよ。もうおしまいですか。
兄貴、大事ないですかい？ああ、あれ、桐生さんじゃないの？それに広瀬一家のバカタレも。コシュミス来ると思うとりました。こちらへ。桐生さん、キヨちゃん無事じゃったか？ええ、二人ともどうしてここに？それは、コシミズさん、これは一体どういうことですか？岩見社長。岩見、俺たちは清美ママを助けに来ただけだ。ここに監禁されてるって話だったが。監禁？なんならそれ、わしらは甲賀して客人の奥さんをもてなしとっただけじゃ。なんじゃそりゃ。いやー、夕食前のいいエクササイズになりましたよ、四代目。清美はね、俺の前のかみさんなんです。なあ、ママがお前の？本当なのか？嘘じゃ、嘘に決まっとる。そんな。小川の町に染谷さんの奥さんがおったとは驚きじゃったが、これも何かの縁じゃと思っての、お招きしたいわけじゃ。何か行き違いがあったことは分かりました。ですが、このけじめはつけていただく必要がある。そうですね、小清水さん。ええ、もちろんですわ。広瀬一家は今日限り陽明連合会を破門。総長の広瀬にはきっちり縁故詰めさせますけ。待って、つかさい。広瀬のおやさんは何も。やかましい。染谷さんはの、東京から遠路はるばるわしらとの杯に来た大事な客人じゃ。踊れなんぞの縁故で済む話か。まあまあ、小清水君、せっかくの祝いの席だ。清美さんも怖がっている。些細なことは水に流してやりなさい。会長、ですが、この私が水に流せと言ってるんだがね。聞こえなかったか？いえ、わかりました。染谷さんも構いませんか？もちろんです。もともと私が招いた誤解ですから。あんたは嫌味造船会長、嫌味平蔵と申します。四代目嫌味会長は嫌味造船をはじめとする嫌味グループの長老ですが、もう一つ別のお名前がありましてね。クルス・タケル。クルス。陽明連合会会長です。クルス・タケルはいわゆる都政名なんです。岩見造船の会長が陽明連合会の？岩見グループの関連各社は今風に言えば陽明連合会のフロント企業ということになりますか。こちらは息子の常雄で嫌味造船の社長です。以後お見知りおきを。俺の名前は桐生一馬。東条会の四代目でしょう、当然存じております。どうも
水が入ってしまいましたな。ここは一つ場所を変えませんか。わかった。いい眺めでしょう。私はこの海から見た尾道の眺めが一番。それに大事な話をするのに海の上ほど打って、周りに聞き耳を立てる者は誰もいない。大事な話？実は桐生さん、あなたに折り入ってお願いがあります。どうかこの小清水と染谷さんが交わす杯の貢献人になっていただきたい。どういうことだ？ご存知かどうか、余命連合会はこれまで東条会とも近江連合とも杯を交わさず、極道組織として中立を貫いてきました。それはなぜか、広島が動けば日本の裏社会の均衡を崩すことになるからです。我々が日本最大の組織近江連合と組めば、東条会に勝ち目はなく、逆に我々が東条会と組めば近江連合にとって存亡を脅かす存在となる。だからもし今我々と東条会が杯を進めていると近江連合が知れば、彼らは死に物狂いで阻止しようとしてきます。一つ間違えれば日本中の裏社会を巻き込む戦争になる。クルス会長、あんたらはそれが分かっていて、なんでそんな危ねえ杯を進めようとする？わしらがそこまで話すからには、まず杯の貢献人を受けると確約していただきましょうか。桐生さん、あなたは今の近江連合トップからの信頼が厚い伝説の極道だ。そのあなたが貢献人であれば、我々の杯が明るみに出ても近江連合は渋々とはいえ飲むでしょう。堂島の竜の名はそれほどまでに力を持っていると、私はそう思っています。なるほど、事情は分かった。それでお返事は？断る。理由を尋ねても？今の東条会は六代目の堂島大吾が逮捕されて不在、その急場しのぎに代行の菅井が切り盛りしている状態だ。そんな時にこの俺が、下手すりゃ戦争になるって杯を無断で交わすのは東条会六代目への裏切り行為でしかない。なるほど、筋は通ってますな。ただそうなりますと、我々としては染谷さんとの杯を断念しなくてはならない。もしかしたら代わりに近江連合と話をすることになるかもしれませんが、あなたはそれでもよろしいんですか、四代目？どこの誰と杯交わそうがあんたらの勝手だ。俺はもう東条会の人間じゃない。それはおかしいですね。東条会の人間じゃないとおっしゃるなら、裏切る裏切らないもないでしょう。違いますか？やめなさい、常雄。桐生さんからはもうはっきりとお返事をいただいた。この話はもう終わりだ。失礼しました、会長。いきなり無粋なご相談をしてしまってすいませんでしたな。年を取るとどうも話を急いでしまっていけない。いや、それじゃあ食事の続きをするとしましょう。
な、覆面どうだった、バレなかったろ。それが南雲の頭が途中で熱いて脱いでしもて、せっかくの黒が水縄じゃ。なんだ南雲、お前根性ねえな。キヨちゃんが、うん、そんな嘘じゃ。こいつどうしたんだ。まあいっか、よし、俺が覆面の使い方を教えてやる。田頭、お前ちょっとこっち来い。キリュウさん。笑ってんじゃねえてめえ。ママ帰らなくていいのか。キリュウさんを待ってたの。はるかちゃんの話、結局途中のままだったから。いや、しかしもういいのか。私なら大丈夫。突然のことでいろいろびっくりしちゃっただけだから。そうか。痛えだろバカ野郎。なあなあ、覆面よかったろ。ちょっとおやっさん、空気読んでください。あ、気にせずどうぞ。何やってんだこの野郎。それで春人君の父親が誰なのかって話だったと思うけど。ああ、心当たりがあると言ってたな。え、それ本当ですか。うん、私ね、辰川くんが春人くんの父親なんじゃないかって思うの。は？誰なんだ。俺の幼馴染で一緒におやっさんの杯受けた兄弟分です。広瀬一家の組員なのか。いや、それがずいぶん前に組抜けまして。キヨミさん、なんで立つかじゃって思うの。ちょうどはるかちゃんがこの町からいなくなる少し前に、立川くん、うちの近所で誰かと電話をしていて、こう言っていたの。産んでも絶対二人とも幸せになれない、下ろすべきだって。下ろすって赤ちゃんをですか。そうでしょうね。もしかしてその時の辰川の電話の相手が遥ちゃんじゃったいうんで。もちろんその時は辰川くんが誰と話してるかわからなかった。だから嫌な話聞いちゃったくらいに思ってたんだけど、でもその後姿を消した遥ちゃんが春人くんを産んでたってことは。その辰川は今どこにいる。ここを出てく前、東京に行ってメジャーになるとかなんとか言ってましたけど。ん、音楽か何かやってた。いやー、さっぱり。とにかく東京行ったらビッグになれるとでも思って。辰川じゃったらカムロ町でホストや。ホスト。田頭、踊りなんでそこあんなこと知っとんねや。わし、あいつと SNS でつながって東京に行った後もちょくちょく近況報告受け取ったんです。は？なんで俺に知らせずにお前にだけ教えてんの。マジ意味わかんねえ。田頭、そいつと。いやー、それがここ最近全くの音信不通で、メッセージ送っても未読の。ま、多分携帯変えたんじゃないかの。そうか。はっきりしたことがわからなくてごめんなさい。いや、手がかりがあっただけでも大きな。カムロ町か、ハルト。もう少しだけ待っててくれよな。キリュウの兄貴、こいつが辰川で。こんな奴と遥かが。わしにも信じられん話ですわ。じゃが清美さんの話を考えるとやっぱり。なんでだよ、
はるかちゃんがよりによって立川なんかと、あいつがハルトの父親なのかよ。なんか俺もうハルトのおむつ変えられねえ。なんでじゃ。それでもあのハルカちゃんの子に変わりはなかろうが。じゃあこれからハルトのおむつ替えは田頭がやるってことで。なんでそうなるんじゃ。ハルカちゃんはわしらの天使で、確かにハルトはその赤ん坊じゃ。でしょ。やめえバカタレども。男と女っちゅうのは理屈の。キヨちゃん、あ、お邪魔しますよ、四代目ソメヤ。お、踊れ。何しに来よったんじゃ。南雲くん、やめて。じゃけど、清美、少し話せるか。話ならここで。私はもう桐生さんたちに隠し事して迷惑かけるわけにはいかないから。四代目に。わかったよ。東京に戻る前に一言詫びときたかっただけだ。騒がせて悪かったってな。それだけだ。あ、ねえ、あの子は元気だよ。ますますお前に似てきた。会いたきゃいつでも帰ってこい。子供もおるんか。桐生さん。うん。改めてだけど、遥ちゃんのこと、もう信用なくしちゃったよね、私。いや、あんたが謝る必要なんかない。長いこと俺があいつに代わって礼を言う立場だ。そうだね、キリュウの兄貴。そういや、ハルカちゃん、なんでハルトのそばにハルカちゃん。おお、そうじゃ。わしらハルカちゃんを知らんふりしとったけ、今までずっと危険かったけど。どうしたんじゃ、キリュウの兄貴。ハルカちゃん元気でおるんじゃろ。あいつはカムロ町で事故に遭った。ひき逃げした犯人は今も捕まってない。え、ほんの何日か前のことだ。命は助かったが、何も話せる状態じゃない。医者にもいつ目が覚めるか分からねえらしい。なんじゃと。あいつがその事故に遭った時、ハルトも一緒だった。俺もハルカが子供を産んでいたことをその時まで知らずに。そんな。分からねえことは山ほどある。だがなんで事故に遭った時ハルカがカムロ町にいたのか。3年前沖縄を出たあいつがこの町で過ごしていたのは分かった。問題はハルカがここから姿を消した後、なんでカムロ町に向かわなきゃいけなかったのかってことだ。普通に考えたらカムロ町に行った達川と。そういや、達川が組抜けたのってハルカちゃんがいなくなってから。ほんじゃ達川に聞けば全部カムロ町で。それだけ分かってりゃ探しようはある。桐生の兄貴、それじゃこれからカムロ町。ああ、ただカムロ町は今ハルトを連れて行くには危険すぎる。まあまあ、悪いがまた。え、もちろんだ、あんた以上に。ありがとう桐生さん。さ、ハルト、明日カムロ町に行くが、なるべく早く。うん。キリュウの兄貴、カムロ町、俺も行きますよ。ん？俺は達川を許せねえんです。あの野郎、いつの間にかハルカちゃんに手出してたのか。とにかく俺はあいつをむちゃくちゃにぶん殴ってやらねえと気が済まねえ。わかった、わしも行く。頭が、なんでじゃ。このままここにいんのが辛いんだろう、多分な。失恋のショックっちゅうことか。あの、じゃあ私もう行きますから。たまには男さんに
野郎とつるんでカムロ町を歩き回るのもいいか。桐生の兄貴、明日兄貴のアパートに、そっからカムロ町にご一緒しますんで。ああ、わかった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。もしもし、わしや。晩は漁師仲間のとこでご馳走になるけ、飯はいらんわい。ならなんで逃げるの？あんな話を聞いてお前が混乱してるのだが、聞いてくれ。何も聞かなかったことにして東京に行け。それがお前、それじゃキリ、そうなるな。ねえキリ、なんだ。私ね、先輩が私を置いてチンピラから逃げるような人ならバレバレなんだよな。すぐおかしいって思ったから帰ったふりして様子を見て、アイドルになるんだったら演技もど、でも嬉しかった私。はあ、え、アイドルに恋愛は、なら私が芸能界をやりきるまで、あいつならダメだとじゃあ、あのね、キリ、私にとってアイドルになること、本当言うとアイドルを引退するとき、ドームの大観衆の前で最高のパフォーマンスをして、そして全国のお茶の間を驚かせて、おしまり、はるかちゃん、み、冗談だろうさあどうでしょう。けやめておけ、後の始末で周りのもんまでやっぱり、はあ、ですよね。
すよ。おい。あ、うん、私です。ほら、ミク。お前だったか。うん、話すと長くなるんだけど、キリュウさん、私の話聞いてくれるの？ああ、女の涙を。うん、あのね、実は私、やっぱりまだ信じてくれて。でも私嘘なんてついてない。本当に何回も。仮にそうだとしても、そもそもお前は目を閉じて自分が戻りたいと思う。初めてタイムリープできたのは、私がその言葉を取り消したい一心で祈ったの。父親に言った。私のパパはさ、いつも陰気で、自分にそのおかげでママは、家族はバラバラ。パパはママの。そしてあの日も、ママはか、その日はじとじとして、私はテストだから。その時家族で気づかないふりしてたママの浮気のこと、私の言葉で泣き出すパパが惨めで、だから余計。その後パパと話す前に、あれは、それからはタイムリープに夢中。おかげで暗い家のことを。でも結局何も。どうしたらいいのかな。なあミク、それは。え？1年だけ過去に戻ったんなら、また1年ま。そう、じゃあ同じ1年をまたやり直せっていう。ミク。おーい、よう、今帰るところなんだよ。パパと一緒。え、そちらの方は。あ、この人。キリュウです。ご心配なく、お嬢さんはすぐに。そうですか。いや、ご丁寧に。じゃあミク、父さん先に帰るよ。聞いてた話と違うな。別にさ。そうだ、思い出した。ん？パパ！あの、あ、す、いたって。え？骨が折れたろうが、おっさん、こら。でも、あの、死の子の抜かす前に。よし。ああ、大丈夫だミク、今から。え？おい、その親父さんから手を離せ。あ、なんじゃ踊れは。俺が代わりに相手になってやる。それでもよくない。かかってこい。ありがとう、キリュウさん。本当に元の歴史だとね。パパはその後は泣きながらお金だろうな。それまで明るかったパパは、私とメマだから、家の中はずっと。それまでは。じゃあその暗い歴史は。うん、多分。どう、キリュウさん。まさかな。もう昔をやり直す。ただ人生は一度きりだ。途中を何回やり直したっていい。うん、ねえキリュウさん、どうだろうな。俺には。そっか、もしまたタイムリープできる、その時は未来の万馬券を見ておいて。分かった。それじゃ。ああ、
だ、あいつ。怪しいな。お前何をしているんだ？手間取らせやがって。こんなことはもうや許して。こんなとこにあったのか。まったくあのクソバイトめ。おい、なんの。ああ、すみません。これはですね。この道。はい。この道の新マスコットとして売り出そうとして。ゆるキャラ。あれ？ゆるキャラ。いや、な。はい。最近は地域の活性化のために。しかし困ったな。中身がい。中身。はい。実はこの道夫君の中に入る予定。ちょっと言葉遣いを説教しただけで。ほう。でも実はこの後イベントがあって、そこに困った。お前が。いやいや、それに道夫だから背が高くてがたいのいい人じゃないと。でもそん、嫌な予感。いたー。ちなみに俺は入る。いやいやいや、道夫君の中。お前失礼。お願いします。それに彼らの笑顔だから、お願いします。ゆるキャラの中に入りたくはないが、どうするか。しっかり、ありがとうございます。俺はまだ道。キリュウさん、私はプロデューサー。全員は急げ。うん。なあ、何を言ってるんですか。こんなにサイズ。重いし暑いし息苦しいな。まあそう言わずに、小野道夫君は尾道の新。大体このへんてこな。見てよ、瀬戸内を代表する名産、八朔をモチーフにしたチャーミング、おしゃれなアクセントになっている尾道の代表的。美味しい海産物がたくさん楽しめる町であること、漁師の住む町であることを伝えるために。そして尾道夫君の身を全てがこの。あまり思わないが。まあ大丈夫ですから、自信持ってください。で、もうすぐ子供たち。ただしキャラクター性。尾道夫君は
この道に住む漁師という。この顔でか。そして言葉遣いですが、基本的にあ、みち、こんにちはみち、よろしくみち。では練習してみましょう。よろしくみち。そうですそうです。こんばんは。それと困った時はオーノー。練習しましょう。オーノー。エクセレント。どう考えても。そして最後に。まだあるのかよ。それは決めポーズ。オーノー。みちお。こんな感じでお願いします。やりたく。まあまあそう言わ。いきますよ。おのみちお。キリュウさん嬉しくねえよ。もうそろそろ子供たちが来る時期。他の設定は、ま、大丈夫。キリュウさん、うわすごい。初めて見たよ。意外と人気あるじゃねえか。仕方ねえ、一肌脱ぐか。よう、ガキども。チャーミングな八策フェイス、おしゃれなオノミ、キュートな魚、漁師の心生かしたナウイ、オノトレーナー、オノミチラ、楽しみてえやつだけ。おお、すごいぞ。セリフ完璧だ。ま、よし、今日は俺が遊んでやるからな。お前らよろしくみち。バーイ。よろしくみち。よろしくみち。やれやれ、ゆるキャラってのも大変。うみちおくん、ビシバシ。おりゃお。この野郎。オーノー。わーい、言ってくれた。オーノー。なるほどな、これを言わせたいがた。遊んで遊んで、みちおくん。みちおくん、そろそろトークショー。そうですそうです。ああ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。元気がいいね。本日は小野みちおくんトークショーにご来場。わあ。おい、こんなトークショーまであるなんて。あれれ、言わなかったでしたっけ。どうすんだよ。大丈夫です。じゃあ僕は行きますんで。それではご紹介しましょう。みちおくん。さあ今日は皆さんが、じゃあ質問。はい、はい、じゃあみちおくんが好きな好きな食べ物か。尾道ラーメンだ。みち、あー、やっぱりそうなんだ。よかったね。さあ次。はい、はい、じゃあ、あの、私ヒューヒュー。道夫くんは。そう、付き合ってる女か。困ったな、どうするか。オーノー。ああ、道夫くんのオーノーが出ました。オーノー。何なんですかあなたたち。うるせえんだよ、こんなとこで。ガキは。この辺は俺らの。なんだよ、怖いよ。子供たちが怖がってるじゃないですか。やめてください。クソガキどもが。助けて。おい、あ、なんだお前、頭にラーメンつけてんのか。意味わか。俺もそれはそう思う。だがな。あ、やんのか。ゆる、俺はゆるキャラだがな。てめえら面白い。おい、お前ら、このゆるキャラぶっ殺すぞ。うっ、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 
覚えてねえなら覚えとけ。尾の道を今度ガキを泣かせるようなこと分かったらあーいやその尾の道をはすごい、え、超かっこよかったよ。すげえ、かっこいい。守ってくれてありかっこいい。そありがとうございました。道夫くんはもはやゆるそんな、みんな道夫くんありがとうございます。じゃあ最後道夫チャーミングなおしゃれな尾道ら、キュートなさ漁師の子生かしたなう尾の道夫ら、道夫くん最高。いやほんまったく結果素が出ちまった。はい、逆に実はさっきのイベント、こりゃ道夫、はい、これは今回のお礼です。受け取ってください。まあ人これから急が、それでは。ああ、うん、またさ、行くか。ありがとうございました。キリュウさん、ジョーカー、さっき遠くからキリュウさんを見、もしかしてそこのす、まあな、別にのんきにってわけ、ああ、だ、え、明日からな。いや、でもカムロ町ってジャスティスとは別件だ。そうか、どうかしたか。いや、キリュウさんがカムロ町に、ん、まあとにかくマサオたちにもキリュウさんの事情は伝えとけよ。それじゃ。ここがカムロ町、マジで達川のやつこんな都会でホストやってんのか。ユウタ、お前東京来るどころか広島出んのも初めてじゃろうが、わしらに恥かかせんようビシッとせえよ。田舎もんじゃ言うて舐められたらいけんど。おい、街中でタバコはダメだ。は？今時は東京のどこ行っても歩きタバコはできなくなってるんでな。お、お、そうなんですかよ。俺らに恥かかせないでくださいよ、頭。クソガキが。なら達川を探す前に一服するか。近くにアルプスって喫茶店がある。わざわざ喫茶店でタバコですかい。せっかく天下のカブロ町に来たんじゃけ、女と酒やれる店でも行きましょうや。何言ってんすか頭、遊びに来たんじゃねえんだから。Thank you.
そこのお嬢ちゃんたち、今からおじさんと遊ばない？何このおっさん、ちょっとうざいんだけど。行こう。おい、ちょっと待てて。あっちじゃい、東京は冷たいっちゅうのはほんまじゃ。全くどこ行っても人だらけじゃの。都会ってこんなもんじゃないですか。しかしこんなら何しに。着いたぞ、ここだ。兄貴、この店コーヒー一杯1000円じゃ言うとれますけど。しかも税別っすね、頭。この調子で行ったら3日でおけらじゃ。こりゃ頭がた。バカだれ、この兄貴の前でよ。そうだ、キリュウの兄貴。ちょ、ん？すぐお返し。おう、ユウタ、何しようなら。バカだかい。ちょっと待ってください、達川の近況。この達川のページ随分楽しそうに。あのゲドが、ハルカさんが事故に。本当にハルカさんはなんで小川の男。これいつの写真。ページのコメント見る限りじゃ2週間。最近じゃの。背景に写っとるのは。さあ、どうすかね、キリュウの兄貴。ないな。俺にも無所のブランクがあるんだ。この町は3年も経てば。なんなら、ユタ。なんでそういう言い方しますかね、頭は。ほいじゃあ兄貴、手当たり次第ホストクラブ当たって立つか。いや、古い天海地通りにある。まずはそこ。スターだ。この町一番タスカーが本当にこの町でホストになったんなら、何か情報が手に入ると思う。兄貴、ちょっと待ってつかさい。ん？すんません、俺。あれはパフェで腹壊したんじゃ。浮かれてなれん。コンビニのトイレ。しゃあない。わしらも行きましょう。店の中で待っとりゃええでしょう。おい、頼むって。もう漏れそうなんだ。うちは店にトイレないんです。嘘つけ。あんたらだって店のトイレ使うんだろ。お客様にお貸しできるトイレはちょっと防犯じゃあ、こんな店の中でうんこも。あ、それなら早く店から出て。いいから貸せよ。キリュウの兄貴、あいつのことはええですけ。じゃけど東京のコンビニっちゅうのはと。ん？あ、兄貴、これ。ん？東上界の6代目が無所に入るって書いておりますわ。何？控訴棄却。どうしますか。どうするも何も。俺はもう登場。じゃけど登場界のトップが無所行ってしもった。ほしたら兄貴、あいつまたキヨちゃんさ。何しても俺はもう登場界。もういい加減にし。くそ、キリュウの兄貴。ああ、なんすかそれ。わかりました。あのバカタレ、兄貴に礼の一つ。トイレ。ほんじゃ。ええ。待ってるぞ。なんじゃ。男が入ってくる店じゃねえんだよ。そう、トイレ貸してくれるくらいいいじゃねえか。おい。ああ、俺はキリュウって、オーナーのカズキか店長のユウヤ、どっちか呼んでも古い馴染み。カズキ、ユウヤ、うちにそん。何？いいからとっとと消えろや、おっさん。店の前で
兄貴。さあな、今の桐生さんですよね。ん、お前は分かりませんか。まあこれでどうです。お前優也、そういやさっき兄貴。ええ、スターダストの今は見ての通りのリーマンです。お前スターダスト辞めたのか。でも気流のあと、トイレを早く。マジで東京もんってトイレくらいいくらでも貸してくれりゃいいじゃないですか。本当に漏らしとらんのか。ええ、そう。ゆうや、二人は広島の組の人間でな。ええ、それよりさっきの遥ちゃんの話ですか。ああ、その赤ん坊のちっかむろ町でホストになったらしくてな。スターダストでお前らに聞けば何かわかると思う。本当っすか。俺が店辞める前は確かにスターダスト。おお、さすが兄貴じゃ。ただ今も働いているスターダストは前とはだいぶか。俺が辞めたのはともかく、和樹さんももうあの店。和樹さんってのも桐生の兄。ああ、もう随分会ってないかな。和樹にも優也にも俺はカムロ町でスターダストに何が。あの店はお前らがいてこその場所だった。正直な話、ホストクラブもキャバクこの街の風俗自体マンネリで客足が。そこに来て東上界と中国マフィアの構想。和樹さんも俺もいろいろ頑張ったんですけどね、赤字経営。ところが今年の初め頃です。どういうわけか韓国の連中が急に金を。その札びら切ってカムロ町中のめぼしい店根こそぎ買収。スターダストも結局韓国人が。ええ、しかもその時は知らなかったんですけど、その韓国人たち。何？なんじゃ？人口。韓国のマフィアだ。昔いろいろあって、今も俺を恨んで。ただほとんど潰れて、もう俺を直接知ってるようなもんは。桐生の兄貴、韓国の連中とも。確かに今の人言派には若いやつが多いようでした。スターダストを買ったやつも多分幹部でしたけど。まだ20代です。立川のやつ、総合な店でホストなど続けられるんか。もうやめとるんじゃない。もしそうだとしても、あの店に立川人言派がいようが。ん、俺は今ホスト時代の客のコネ使って小さな会社の慣れない仕事で一からやり直しですけど、元ホストがこの年で職にありつけただけだから今日スターダストの前で桐生さん見かけたの。和樹はどうして。あの人は今スターダストを買い戻す算だ。ただそうは言っても今のカムロ町の構想。お前和樹が店を買い戻すた。そんなの当たり前じゃない。和樹さんの片腕になれる男なんて。ならお前がさっき言ったセリフ。俺の言ったセリフ。お前も相変わ。いや、おい、あいつさっきホストクラブでユータを追い出しとったやつじゃ。いやあ、結構ですね。焼肉うまそうな匂いだ。この店のはまた格別でしょう。お楽しみのところ失礼します。私スターダストのオーナーをやっております、ハン・ジュンギと申しまして。聞けばせっかく店までお越しいただいたお客様を。このバカが追い返してしまったと聞きましたね。なんじゃこれ。つきましては埋め合わせをさせていただけませんか。桐生一馬さん。
先日カムロ町にいらしてたと聞いていましたが、本当にこうやってお会いできるとは光栄です。ぜひこれからスターダストまでお運び願います。ずいぶん強引な野郎だな。あんたとは正体、私はあなたの熱烈なファンだったものですから。望むところだ。ほう、おう、そうじゃ。踊れるの店に達川ユンがおるじゃろうが、わしらはそいつによ。なんであれ構いません。では私の正体を受けていた、はあ、すぐに行く。感謝します。では後ほど。キリュウさん、さっきのあいつ、はあ、本当に奴のさ、今の人号派はカムロ町の構想に割った、東上界と中国マフィアの構想を陰で煽、昔潰れかけた頃とはもう別物。危険は承知の上だ。それでも俺たちはやっぱりと、久々に会えてよかった。え、お気をつけてキリュウさん。時間食っちまった。저놈이다キルだ。勝ち있는놈들은또누딴거신경안써다어아니기あんなら韓国語で叫んでるみたい。人言派けどわしら判事、まだ俺を恨んでる連中。メジャーだ。おい聞け、かまってる暇はねえ。下がった。そら兄貴、判順義には後で文句言わねえとな。
カムロ超ユンは金買い手が山を頭今頃半純義が待ちくたキリュウの兄貴先にスターダストに行きわしらはここでお頼みキリュウの兄貴頭の本当に大事立川を探すのは俺らもたまには役に立たねえと東京まで来たいさあ兄貴分かったへいわしは今最高に乗っとるわ全然食い足りんじゃろうがキリュウの兄貴ユータ頭が何ようこそおいでくださいま遠慮はいりませんさ南雲はどうしてるんだ頭は大丈夫っすよマジで喧嘩がこれで清美さんのことをずいぶんお時間がかかったので心配お前は部下のしつけがなってねえら私の部下たちがまさかそんなバカはスマイトを高をくくっていました後できっちりしそれよりいただまあ何年も変わってないようで今じゃちょっと客がいねえとこ見るとせっかくこれは手厳しいですが一元の客を案内貪欲な女性客を引きつけるのは常にそして我々はこの店をカムロ町で、ま、我々あなたはもう人言派ってこええうちの人間には確かに桐生さんを恨あなたのおかげで人言派はほとんどかですがそう考え今まさに生まれ変わろうとしている人言派に私に言わせれば昔調査道島の竜が恩敵だったのはか私に限ってはもうだったらあなたとお近づきになって古い意識どういう意味だその前に桐生さんにはぜひ全てはそこでご案内しますよ桐生の兄貴あいつらが俺らをやる気ならもうやってるそういうもんすかそれにもし達川がこの店にいるなら確かにホストクラブってやつなんすか下品な世界でしょうでもこれが前のスターダストに足りなかった刺激ですここは人呼んで東京新天地言い訳するわけじゃありませんが私も上のフロアの方が好みですただ単純に客が好きなの男の体というダイレクトな欲望を満たしたがっている女私が思っていた以上カムロ町に初めて来た時私は思いましたこのホストクラブにキャバクラどちらもこの町の二大しかしそのどちらもが来店しているキャバクラに通う男は女と飲みたいだけじゃない疑似恋だが
そこには高い壁。ホストクラブも同じです。客の女たちは若い男の若い肉だから。私は日本独自のサービスを改革したんですよ。もう十分分かったそれで達川というものをお探しでした。そうだ、達川。残念ながら達川はもうこの店。それでも彼を探す手がかりはご ただし、その前にあなた方にはタスカーの情報は飲み込みが早くて。兄貴、あのリングはホスト同士を殴り合わせる。普段は客がひいきにしているホストを指名して、レディーたちにとって可愛がっているホストが他では得られない興奮が。なんだそりゃ。ただし本日のメインイベントは堂島の竜とこの私のデスマッチ。ご安心を。もちろん一対一の勝負です。受けていただけますか。俺も安く見られたもんだな。帰るぞユータ。わざわよう、あのリングであんたを倒せば。ええ、そうかユータ。兄貴、ことこいつのムカつくホスト顔を殴れる俺がカムロ町に来たのは、あいつはみんなが大事。それを考えると、だから俺は。お前いいでしょう。堂島の竜をリングにお招き。君も可愛い顔。お集まりのレディーにお知らせします。今宵もまた皆様に当店自慢のそのお時間となる。本日のシェフはこのスターダストオーナーハン・ジュンリが務め。ユータ心配しない。結局のとこ正面広島ヤクザをなめんでくださいお名前をまだ伺っていません。陽明連合会広瀬一家若衆宇佐美優太。感謝します。あなたには堂島の竜を釣るとあんまり人。なるほど。さあゴングを。うわっ、もういっちゃおう。なかなかいいよ優太君。これで君も飛龍の兄貴に顔が立つでしょ。な、まだ終わったつもりはありませんよ。ユータはもう十分務めを果たした。どれだけお前にいたぶられようが、最後まで前を向いたまま倒れた。こいつはこいつなりの強さってのを証明したはずだ俺が相手になってやる。お前の狙いは俺だろう。なるほど。ではメインイベントに移りましょうか。お勤めご苦労様。堂島の竜をひざまずかせることで、私は神軍派に過去の遺恨を忘れさせることができます。我々は新たな時代に向けて生まれ変わらなければなりませんから。
お前にこの俺を倒せればの話だがな。おいはあなたほどの男の目をも曇らせる。時代は移り変わります。もう桐生一馬の時代は終わったんですよ。あなたに引導を渡す栄誉に私は今胸が躍っています。何とでも言え。だが約束は忘れるな。半純義達川の情報ですね。もちろんです。私はヤクザとは違います。スポーツマンシップにのっとるのが好きなたちでしてね。この戦いが進めば知っていることは全部お話ししましょう。ですから手加減はしないでくださいよ。余計な心配はしなくていい。ゴングを。今この場にいる者は全員ここで竜の伝説を弔うのだ。私に恥をかかせる気か。お前らは何をしている。桐生一馬を、この素晴らしい神言派の古い人間たちがあなたにこだわり続ける理由がよくわかりましたよ、桐生さん。それがお前のスポーツマンシップってやつか。男として美しくありたいだけです。それを貫く姿こそが私にとっての戦いであり勝利であると固く信じています。あなたにご心配なく、約束は守ります。
怪我は痛むかな。あんたこそ桐生の兄貴にやられたんだろう。お恨みがましい目をす。喧嘩といってもフェアに徹したつもりだがね。さあ戦いは終わったんだ。調子狂うな。達川の写真、うん、お前の言う達川も。ええ、我々がスターダスト。達川今その前に、なぜあんな小物とあなたに。お前らには。確かに。ただあなたの動向を我々も待って、お互い腹を探り合ったまま踏み込まない。例えば数日前、もちろんその方が桐生さんにとってどういう人なの、今あなたが興味を持って動いていることとなると、達川君も余計なことを喋るつもり。それとも達川は。つながりはありませんが、どうやら彼は本気でホストをするためにかむ。達川がスターダストでホストをし、めくらむ。達川はスターダストを辞めるとすぐに、彼が中国語を話せるのはご存知でしたか。何。間違いないです。達川は中国語ができます。ほう。大方可愛い中国娘でも。そう、それがな。外国語を覚えるにはそういうきっかけがいい。達川君は店を辞めた後、その中国語を生かしてアジア外のマフィア、西洋界のお抱えの情報、むしろ彼は初めからその情報や。それじゃ達川は。で、その中国人とのつ。ユータ、達川はガキの頃から知って。そうなんすけど、なんかちょ。キリュウさん、なぜ。私としては大。そこまで話す。達川の情報はごもっともです。いいでしょう。私は達川。どこだ。カムロ町の占領通りから脇道に入ったところ、そのビルの2階に時々中国の。あ、兄貴、お会いできて光栄。人言派が。彼らが潰し合ってくれれば確かに。ですが影。そうか、またいつでもおいでくだ。桐生の兄貴、早速達川の。あれ、どうかしました。達川のねぐらは占領。遥がひき逃げされたのも占領通り。多分事故現場からすぐ目と。偶然にしちゃって。え、達川に話を聞かねうちはまだなったが、遥の父親だろうが。分かってます。兄貴、俺この後例の大カビ。ああ、俺らが行くまで踏み込まない。達川に逃げられねえように人手がいた。それじゃあ。足を止めてご存知かどうか。西洋界が現れて以来、彼らを排除するには大きなこと。まず必要なのは、西洋界のいるアジア外には近づく。そして今後。お分かりいただけただろうか。西洋界に月々の密。それが嫌なら今後私と共にカムロ町の安全を取り戻すために戦おう。ゴミ袋だ。ゴミ袋が爆発したんだ。爆発した。おい、え、さっきの爆発で。さ
さっきの爆、はあ、俺はさ、爆発したのは黒ゴミ袋か。ああ何、40過ぎくらいの男で中国人、そんなの。ただ俺はここにゴミ、どこでだ。カムロ町にある。あそこか。何をやってんだ。時間食っちまった。気をつけろよ。おかげで助かりました。なんだ、中国、なんだと今この町ならお前こそな、天下一通り、何そのゴミ袋、やっぱりもしかしだったら、なんだ、なんとなく奴に見られとなると、あいつの口も塞がなくちゃな。だがまずはお前からだ。そいつはこっちの町のどん後悔は許してやる。止まれ。
しばらく寝てろ。なんだよ。なんだよ、おっさん。寝障り。取らせやがって桐生の兄貴。さすが兄貴ですの。カムロ町に入ったその日に辰賀のやつ、やっぱりカムロ町に詳しい兄貴ならではじゃ。お前もよく無事だったな、南雲。あの頭、さっき俺と会うまでずっとあ？でもなんか頭の体からも実を言うと雄太を先でわそれでそれでまあまさかとは思ってましたけど。マジか。わしはのけど兄貴やっぱ東京。後でわしの行った店紹介しますけ。なるほど、半純義の風だな。あ、それより辰川だ。辰川のやつビルの肉行きましょう。兄貴、わしらの遥さんに手出したバカだれじゃ。とりあえず痛い目見せとかんと。話はそれからじゃ。どの部屋っすかね。全然人のいる気配がないけど。おうよ、表札でも出とるんかの。そこの部屋はどうだ。おう、ユータ、そこ、こっそり開けてみ。鍵が開いてる。ええから早く入れ。あ、なんじゃ。これは
川だ。なんじゃぞ。マジかよ。なんでこんな。ガイシャは男も女もお前と面識がなかった。ああ、タツカワ。そうか。しかし仏になってたタツカワは例の赤ん坊の父親って話。するとタツカワはお前が親代わりになって育てた。お前がそのタツカワをぶち殺したっていうストーリー。よせよ本庄、くだらねえ難癖つか。完全にしろって証拠が出ない限り事件の可能。タツカワはホストを辞めた後アジア街に出、中国マフィアの情報屋だったらしい。そのことを警察は知っていた。いや、全くマークできてな。だが辰川をやったのはおそらくその中国、これまで奴らが関わってきた殺しと凶器や手口が。ちなみに言うと辰川と一緒に死んでた女はカムロ町のホステスだ。辰川と付き合ってたらしいが、かわいそうに巻き添えになっちまったんだ。伊達さん、あまり事件の情報を。桐生が広島まで行って赤ん坊の父親を探し出し、そいつが死体で見つかったとなりゃうちにも役に立つ情報を持っている。辰川の身元がすぐに分かったのも桐生のおかげなら、こっちからもある程度の情報。お二人のやっていることは慣れ合いにしか。こいつがヤクザだったのは。いいんだ、だそれよりこの後また明日。分かった。俺、ああ頼む。桐生さん。お前ジョー、なんでここに。いつかは俺たちもカムロ町に乗り込まなきゃ。桐生さんが行くんならちょうどいいと思ってさ。みんなで。まあいいじゃない、それだけうちらも。そうそう、一応アジ M サイドカフェって今から。仕方ないな、少しだけだぞ。こんな場所に。この店マスターの知り合いが経営してるらしくて。あのマスターい、うん、おお、本当に。お前ら、お前の動きなんてな。こっち。ジョー、
ここに来たからにはカムロ町はジャスティスのホームだ。そんなの、それよりこの人はカリスマレインメーカーだ。お前らの相手は、おい、ちょ、六教人の最強タッグ、俺と岡田がジャスティス作って潰そうとして、カラーズの、なんでそ、岡田はあいつらの力が欲しかったんでしょう。おー、ジョー君、そうや、カラーズからジャスティスに 1+1 は、おい、計算間違えてないか。細けえこと気にすんなよ、細かいツッコミやろ。まあまあまあ、我々の格が下がったように。ああ、そういえばあんた、ええあんたに恨みはないけど、上等だ、せいぜい、てめえら、あいつらがジャスティス本体か。チームの編成をしたり、ジャスティス、わかった。しばらく寝てろ。なんだよ。何見てる。キリエの兄貴、どうでした？サツからはな、少しだけだ、後でまた。馴染みの伊達って、そこのママの、悪いな、ママ、またたまり場にしちまって。いいのよ、好きに使って。この店には、ありがとう。そちらのママ、デカの神さんじゃったんか。いやー、下手なちょっかい出す。大丈夫か、言うて。知り合いの死に顔を見るのは初めてじゃ言うとりますけ、さっきから心機くそ。余計なお世話ですよ、大体頭だって。バカたれ、お前が何も口聞かんから。警察の話じゃ、達川をやったの中国マフィアって。ああ、達川は情報屋として何かしくじって、雇い主に。しかしえげつなことしよ、達川は喉切られた上に心臓を。なんか俺が知ってた、カムロ町でホストになったと、そいつは中国マフィアの情報屋に、やっと見つけたと思ったら、俺は達川をすっかり気持ちが冷めて。これからどうします兄、達川が死んどるんじゃ。分かってる、だが俺は。と言いますと、達川が中国マフィアに追われてたんな。ん、もしそうなら、はるかちゃんが引き。まだそう言ったが、達川って。確かに。キリュウ、じゃ広島の広瀬一家って言うとあんた、陽明連合会直系の増添組。ほいじゃが、うちの総長の広瀬徹は昔近江連合とも薩の旦那じゃったら。悪いけど聞いたこと。なんなら東京のデカも大したちょっと遥かのことでお前に話しとかなきゃいけないことがある。ん、お前が広島に行ってる間に遥かの病院、都内の警察病院、何かあったのか。ああ、前の病院に東条会を名乗る連遥かを見舞いたいって問い合わせが何度も来るようになった。東条会か。そう名乗ってるだけで本当に東条会。とにかく俺も気持ち悪いんでな、一応念のためだが、遥かの病院。遥かの容体は。あいにくな。お前ももう少し落ち着くまで、お前らが下手につけられて、遥かの移動。そうか。せめて遥かの意識。秋山はどうしてる？遥かを警察病院に移した時、あいつも中国マフィア。そうそうのんきに病院でじっとさせてるわけにもいかん。連絡は取れるか？ちょうど中国人のことで。いや、用がある時は向こう、こっちからは連絡の取る。でも、お前が今さら。前に秋山と一緒にいた時。江戸、多分西洋会、秋山からそいつの居場所を、その後江戸から
なるほど。ただそういうのはけがお前に知らそうと、殺された達川がカムロ町に来た戦いきさつとか何でもいい。悪いが俺もさっきの伊達千代でか、年は食っちゃるがな、信用してもええよ。そうっすね、伊達さんに達川が何で殺されたのかも。そうかもしれねえな。だが黙ってじっと待つつもりはない。なんでそんなに薩も達川の殺しを追い始めたんだ。伊達さんはともかく、結局警察って、例えば本庄ってデカはな。とにかく俺は自由に動けるうち、まずは秋山を探してみる。前に秋山、お前らはここにいて、わしらはここで待機しとりますけ。キリュウの兄貴、それじゃ。誰だお前ら。バタッパを見せない。ベランタ中国人、話の看我把你这混蛋给剁成肉酱，再把所有的日本黑帮给杀得干干净净。お前は逃げな。どうも。うん、ああ、よかった、俺まで殴られるんじゃ。でも桐生さん、秋山さんなら前にあんたと出てった。また秋山と連絡。あんただったらできなかないけど、秋山さんも慎重。連絡が取れるまで何人かに。ああ、あいつはまだ正直そこまでやばい。秋山に。わかったよ。ああ、桐生だ。秋山です。連絡取れなくてすみません。ああ、まあ転々としてますよ。そうか、この間エドって、あいつはマフィアの中で採用会の中幹部ではあるみたいですね。ボスと直接口切るメンバー。やっぱりそうか、あいつの居場所は分かる。エドと話したいって採用会が遥かの事故に。エドがいるのはアジア、そのど真ん中にあるでかい店がエドの仕切りなんだ。なんだ、桐生さんが店行って江戸と話したいと言っても、その店は採用会の中心部です。連中を。なんならそれで極道から足洗った人のセリフじゃありませんね。それとにかく電話じゃなんです。いいのか。劇場前広場にアパホテル桐生さんは。ああ、
わかりました。でも今度は。さっきから俺を問答無用か。登場界の人間が俺を。この体が。お前太りまくってたもんな。あ、しろよしろ。ライザップ。確か流行りのスポーツジムだった。あれ？ん？わかりました。どうぞこちらへ。ああ。こちらが受け。ああ、悪いな。いらっしゃいませ。その、初めて。ご新規の方ですね。当店は会員制の入会か。はい。カウンセリング結果をもとにそちらをお客様に。なるほど。それじゃあ。では。ああ、わかった。お待たせいたし、私がなんだ桐生さんで、いいか。お、それではライザップ。ああ、たまずライザップ一人一人。もしかして、そしてお、トレーニング。ええ、ほら、なるほど。トレーニング効果、トレーニングとして会員になっていた。以上が。なるほどな。さて、込み入った。ああ、わ、いやー、桐生さん。ほう、いえいえ。さて桐生さん、ライザ悪いが。そうですか。もし気が変わったら。ああ、入会する気になったらライザップのトレーナーに話しかけよう。
キアン。どうも。でもこれ遊んでるわけじゃない。その割には。本当の話、今の俺が。それに今日はもう一人ゲストがいるんで慎重に。ゲスト？人生一家の室田、命を救ってもらった恩は忘れてません。お前最近この室田君から俺の変装を見聞けば、俺のことを桐生さんに教えたのも彼だったって話で、俺らが気をつけなきゃいけないのは中国マフィア登場会の菅井ってのも、桐生さんにはこちらの室田君から。どういうこと？いやー、あの後カムロ町に4代目が来てたって。ただ登場会の上層部は驚いたっていうより。どうよ。今の登場会本家は会長代行の菅井さんと、理由はもちろん6代目が逮捕。でもそれが仕組まれたもんじゃねえかって。は仕組まれた。順を追って話しますが、まずあの日何箇所かで同時に放火されましたが、でもあの当時カムロ町で登場会のもんが。ええ、そしてその焼け跡に入り込んでき、当然登場会で、その構想が収拾つかなくな、トップ不在の登場会は相談役だった。噂の筋や菅井と採用アジア街の火事は、その後の構想は6代目を逮捕させるための茶番。そしてもし本当に菅井たちが大吾さんの追い出し工作をしてたなら、彼らにとって桐生さんは相当煙たいはずです。桐生さんが真相に気づけば大吾さんをはめ。だから俺はどうしてもこのことを4代目菅井と染谷にはくれぐれも気をつけ。ここに来る前、俺は。え？お前の言う噂話もまんざらわざわざすまなかったな。ええ、それ登場会には今の室田君みたいに考えたところが、菅井と染谷、お前はどう。菅井たちと斎、少なくとも今は本気で殺し合ってるようにしか見えません。最初は茶番だった構想が、いつの間にか。カムロ町は今めちゃくちゃ。俺がスカイファイナンスを再開しようにも。スカイファイナンス。俺はこの町を生かす夢を持った人間に金を貸すため、どん底だった俺を救ってくれたこの町に恩を返すためです。ところが登場会と中国マフィアの構想に加えて、ご存知かどうか、スターダストもその。ああ、こんな時に。もしだが俺分かってます。ただそれでも俺は、すいません、アジア街のことは江戸と話をするだけなら、わざわざ正面から迂回ルートがあります。迂回ルート。採用会のメンバーは半端な数じゃありませんから、人目を避けて忍ぶところで、桐生さん。採用会が辰川。辰川？尾道の極道だった男で、そしてそいつ。え？じゃあ俺もまだ信じ。なるほど。いいのか。ええ、もちろん。アジア、本当はもう少し。それなら。そしゃ。悪いな、待たせたか。桐生の兄貴、すかしらしこたま飲んじまって。
これでも達川のこと俺だって追いたかったのにさ、ああまあお前らの気持ちは分かってるんだが、は一本五万はする酒だ。ちょえだからもうやめた方がいい。かユダ踊れ、達川なんぞのために50万も。まあつけにしてもらったんすから、後で何とかするしか。それより今はアジア街のこと。ああ当たり前じゃい。これから殴り込みっちゅう時にいつまでも寝ぼけとるわし。しかし韓国人のホストとやりよええですな。けどその連中、達川をこっそり忍び込むっつっても。バカだれ、我は何しにか。こういう時のために。いや無理はしない。確かに命がけだ。相手は殺しをへとも。ほいじゃけどわしらにとっても達、お前もええ加減。へいへい。そうだな。よっしゃ、地獄の果てまでお供しますわ、キリュウの兄貴。それじゃ。あつのり。そうですか。またよろしくお願いしますね。あ、かしこ。それでは出発いたします。初乗り料金。そうですか。またよろしくお願いしますね。兄貴、アジア街じゃ。ああ、こっちです。キリュウ、少し距離を空けてついてきてくれ。ナグモ、ユータ。ええ。へい。キリュウさん、江戸の店はあれです。少し遠回りになりますが。分かった。そしてこっちです。改めて秋山です。ああ、広瀬春人の父親だった達川も前は。南雲じゃ。宇佐美優太です。秋前は神室町の金か。前はね、今はまた。それより江戸の店に忍び込む。いくつか建物の中、さっきの江戸の店うまくやればほとんど。その江戸中中国人は大抵はね、もしいなければ江戸が店に戻ってくるまで。できたら願い下げなっちゃ。同感だね。他にもやりようはあるんだろうが構わない。それじゃ行くか。ええ、あ、そうだ。ん？東城会の元四代目が西洋会に忍び込んだとなると気休めかもしれませんけど。みんな考えることは同じなんすね。まず俺と桐生さん、それまでは南雲さんと言う。さすがに4人全員で動くとバレちゃう。屋上に着いたらロープを垂らしますんで。分かった。了解です。じゃあ早速物音を立てずに。你货全部确认完了吗？是，已经全部交付了。好，那今天的工作结束了，辛苦了。待って。啊，对了，你今晚有没有空？有是有，您不该又会去那家夜总会吧？好嘛，一个人去不好。去是可以的了，
知道了知道了，您绝对是装睡的，没那么回事。你的酒。何も行くぞ、有可疑人物混进来，他应该躲在逃出来。キリュウさん、バレないように隠れて。找到了。あもう。仕方ね。早く行きましょう。
ほっほー。へえ、それじゃあ下でおもよいしょっと。全員揃いましたね。それではご案内します。やけに静かだな。あれ？もしかすると。面白うなってきましたわ。悪く思うなよ。そっちへ向かってください。さて、招いた覚えのない客だ。何者かな？俺が誰なのか、なんとなく想像はついてるんじゃねえのか。まさかとは思ってたが、その声はやはり。桐生一馬。堂島の竜だ。俺を歓迎しろとは言わねえが、あんたには聞きてえことがある。相手してもらおうか。聞きたいこと。達川って男のことだ。あんたらさえ奴を殺したのは我々と言いますか。辰川を殺る。なぜ辰川を殺る。聞きたいことというのはそのこ俺の質問が辰川のことはあなたにとやかく言われ彼は辰川を殺した理由は組織の慶龍さんはヘイハイツ。ヘイハイツ。中国の一人っ子政策を逃れて生まれてきた子供たちのことでね。彼らは戸籍を持たず、しかしそのために最低限の遺説によれば、その片津川という男は中国人だった。西洋会は多くの兵配置を二津川が余命連合会の極道に。しかしあの男は
その時から彼は、つまりは辰川がお前らにしでかどうしても聞きたければこの私が辰川のもとへご案内して差し上げよう。桐生一馬、ここがお前の墓場だ。おれ、困りますぜ。綺麗な兄貴、助立ちします。これは久しぶりにいい運動ができそうだ。気を抜くな。桐生の兄貴、こいつがエド。ああ、辰川を殺したのもこの男だエド、話してもらおうか。辰川ってのはどういう男なんだ。なぜあいつを殺した。辰川がお前らにした裏切りってのは何だ。往生際が悪いぜ。答えろ。お前らはいつか必ず殺す。その前に俺がぶっ殺してやろうか。ありゃ、舛添か。舛添。桐生の兄貴、
戻れる。ようやってくれたの。たった4人でアジア街を引っかき回してくれよった。どうなってる？なんで陽明連合会の幹部か。陽明連合会は広島で登場会になる。登場会と戦争してる中国マフィアは俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時。何？俺はな、桐生さん、中身は生粋の中国マフィア、最初から西洋界の人間なんだよ。なんだと？それじゃお前も達川と同じってことか。達川？達川は中国人の兵配、そして子供の頃から日本。ああ、ただ俺は達川と違ってさ。お前らは一体何なんだ？この状況であんたが。お前らこそ何のつもりだ？今すぐ全員で死ぬつもりがないならそっち。お前らが達川を殺したり。達川が？達川は広島で沢村遥は俺にとって。沢村遥。そうか、それじゃあ尾道であんたと一緒。増すぞい、早く。落ち着いてくださいよ江戸さん。何？ボスが、なんでわざわざこんなところへ。私は西洋界総帥のローというものだ。あんたが中国マフィアの頭ってわけか。ああ、そちらのことは舛添から聞いている。桐生さんは日本中のヤクザから一目置かれている人物だと。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地生产者不能被人知道的秘密。嗯？何？把枪放下来。桐生さん、私たちの出会いの形は決していいものではなかった。だがお互いメリットのある関係を築けるはずだ。もう一度頭を冷やしてから改めて席を用意したい。明日の夜、私とあなたの二人だけで、そこであなたの知りたいことのいくつかには答えよう。俺には悪くない話だ。だがそれであんたには何の得がある？まず私の持つこの店をあんたたちの血で汚さずに済む。そしてもう一つ、我々は今東条会との抗争を抱えているが、その裏に陽明連合会もついていることを承知している。桐生さんはその両組織のトップと対等に口を聞けるという。私がもてなす価値は十分にある。私の招待を受けてくれるか。ああ、分かった。いいだろう。明日の場所は桃源郷ってソープだった廃墟ビルだ。ただしボスが招待しているのはあんた一人だ、桐生さん。
うわぁ、よう、わしら、ほんま、なんで中国人たちは。同感。もしかして舛添ってさっきの広島ヤクザ。いや、それは嫌味なやつじゃき。わしは今までです。ほいじゃが、あの舛添が中国人だったとは、立つかといい、舛添といい。ヘイハイツって何なの？中国の一人っ子政策を守らないで生まれた、エドはそう言っていた。ああ、聞いたことあります。一人っ子政策って、二人以上子供を産んだ親に、でも、中国の田舎の農家なんかじゃ、人手が足りないっつって、こっそり二人三人って産んじゃうんですよ。ところが、生まれた子を役所に届く。だから彼らは、教育も、社会福祉も。あんた、物知りじゃの。採用会は、そのヘイハイツって戸籍難民を、多分戸籍も偽造してやったりして、日本人に、なんだろう、ヒューマンロンダリン。広島には、今までそんな話。でも実際、陽明連合会の中に、立つか、それが中国マフィアのスパイとして送り込まれた。採用会と陽明連合会ってのは、なんかつながり。わしらが知っとるわけないわ。わしらは所詮、俺らは達川を追ってきただけなのに、なんか妙な。キリュウさん、あいつが中国マフィアに殺された理由が、遥の事故がただの事故だった。もし誰かが意図的にやった。確かに。ほいじゃが、兄貴だってさっきあの場で殺す。明日俺が言ったところで、命ま、牢が俺にどう出てくるつもりか。わしらも行きたいと。達川と舛添のことといい、あの、あ、それ、牢が舛添に何か中、ん、俺達川から中国語を教わってたんで、大体の意味は分かったんさ。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか、興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地，深藏着不能被人知道的秘密。何？ローのあの中国語は何て言ってたんだ？あいつはこう言ってたんです。あの尾道の土地には、決して起こしてはならない秘密が眠っているからなって。決して起こしてはならない尾道の秘密。カムロ町の構想はどうなんだ、東条会さん。いつまで長引かせるんだ。時期終わりますよ。関東一円の頭の皆さんにはお騒がせしてます。こうやって親睦ってのも結構だが、東条会がいつまでも中国人に舐められてちゃ、関西に隙見せることになる。カムロ町は関東ヤクザの顔なんだ。しっかりしてもらわねえとな。いやね、俺らはあんたみたいな若い人に頑張ってもらいてえと思ってんだよ。諸先輩方には俺みたいな若輩を同席させていただいて感謝しています。噂じゃ堂島の竜がカムロ町に来てんだって。さすがお耳が早いですね。都政を抜けた人間にいつまでもでかい面させちゃダメだよ。これからの登場会は聡明やさ、あんたの時代だろうが、そろそろあの老害には引っ込んでもらいなよ。老害？そりゃそうだろうがよ。昔はすげえ極道だったかもしれねえが、もう過去の話だ。
男ってのは何をやってきたかじゃねえ、何をするかだ。口だけの老害の出る幕じゃねえってことよ。よう、もうその辺で。なんだよ。なるほどな。それじゃあ結局例の達川がなぜ殺されたのか分からずじまいか。命がけで。だが達川が何らかのことで中国マフィアを裏切って殺された。もしかしたらそこに遥の事。なんだそれじゃ。最悪達川と関係のあった遥とその赤ん坊。もしそういうことならもう伊達さんが遥を警察病院に移して。何にしてもまだ達川、それを確かめるために。そうか。しかし達川にしても舛添ってのにしても広島にな。やっぱり伊達さん。はあ、いつの間にか俺らの周りに中国達川なんて。もう誰を。牢の言ってた尾道の秘密。さあな。だが俺が、それが遥の事故とか。ん、お前は踊れ。おい、こんなとこでよせ。まさか東京に来てまで踊る。何の用じゃ。神室町の南雲さん、広島の田舎じゃ味わ。桐生さんたちがホストクラブにいる間。なんでそがなこと知っとる。ここは俺ら東城会の街ですよ。なんならあんたが踊れっか。何しに来た聡明。お前は東城会の手下に俺を襲わせるだけ。今日は4代目にお願いがあってきたんです。何。担当直入にいます。4代目。何だと。4代目は昨夜アジア街に牢が姿を現したと聞いています。同じ頃東城会の門が。それで牢と次に会うのはいつ。その時に俺を牢と。何を企む。ご存知の通り、お互いまだまだ流れる血が足りねえ。ところが手打ちにずっと地下に潜っちまって。明日ある事件聞いてませんかね。奴の息子ジミー・牢は神室町での実動部隊を動かす。ゆくゆくは牢の後継者となるはずが、町の片隅でゴミ見。東城会が殺したのか。オフレコにしといてやるよ。どの道しょ。誰がジミー・牢を殺したのか知り。ただ牢は東城会がその殺しに絡んでいると思う。だから東城会と西洋会の抗争に俺を牢と合わせてください。たまには。けどが、兄貴が。兄貴はの、牢から大事。あ、ソメヤ、聞いた噂なんだ。アジア街を焼き払ってこの話ありますね。その噂によれば西洋界を引き込んだ人間ってのは。その後お前らは、警察は抗争の責任を東城会。おかげで菅井とお前はと。だが今になって作り物だった西洋界との抗争に本。俺が聞いた俺や菅井さんは東城会の親に弓引っ張りかけた話です。ご質問には答えましたよ。それでいいだろう。夜になったら。ただし牢には今夜その約束を破る以上何が起きて。結構ですよ兄貴。いけんよ。あのソメヤの下道はもしそがな真似されたらもう牢から。ああ、だあのソメヤって男は狂犬は話し飼いにするよ。友を近くに置け。敵なんならそら。桐生さん、夜になったらまあいつを連れて牢のところへ行けば。桐生さんは。ああ、そしたら兄貴、広島の方も気になれますけ。駄菓子。
キリュウさん、よかったら夜まで少し休む。ああ、わかりました。すまないな。これはまたお揃いでお出迎えいただき、ソメヤ、約束通り来ましたよ。ああ、安心。兄貴、このバカたれ、いつでも呼んでつ、その面。四代目、前は桃源郷って。そ、桃源郷、何か問題。まああの建物の中に入れば分かりますよ。上界の人間には関係ねえことだ。お前に余計なおしゃべりをするつもりはねえ。そんなこと言わずに仲良くやりましょうや。行き先が桃源郷ってことなら、牢も四代目を歓迎してるわけじゃないらしい。どういう意味だ。あそこは前とは様変わりしてましてね。ソープが潰れた後は誰も手出ししてこなかった場所です。そこに入り込んだ連中がまたろくでもないのだ。初乗り料金、かしこまりま。それでは出発いたします。どうなったんで。登場界の人間には関係ねえことだ。お前に余計なおしゃべりをするつもりはね。そんな、ここだな。ローはもう俺が四代目と一緒にいる。約束と違うなんつってとんずらこ。どうだろうな。まあしかしこんな小汚い場所で出迎え。ああ、それについちゃ同感だ。10年くらい前でセラ三代目が死んだ後、東条界の跡目争いの構想が、もちろんご存知ですよ、ね、堂島の竜と島野の狂犬がダンプを突っ込ませたりめちゃくちゃだったらしいじゃないですか。ここを廃墟にしちまったのはあんたらですよ。ここ以外にもこの町にはあんたらが好きかって、そういう場所に入り込んでるのが連中みてえな立ちの悪い半グレです。若い女をさらってきちゃやりたい放題やってるみたいで。ところが今は警察も東条会と中国人の抗争で、こんな街のど真ん中に無法。どうです、四代目も責任感じちゃう。しかしこの建物の奥にそこのチンピラどもは。ならこいつらは、その割には俺ら。どうせこいつらから身のある話なんて。あんまり牢を待たせねえうちにやってやりましょうや。四代目、さすがです。くそ、この先に通路がありますよ。こいつをどかしたら先に進めそうです。この壁、
なり切れそう。そうだね、ほっといて先に進みましょう。そこのはしごを使って上へ行きましょう。ここで待ってますから、早く上がってきてくださいよ。
誰だよ。キリュウさん、あなた連れがいるのはどう？もっとも、私は日本。お久しぶりです。こんな場所にいらしてたんじゃ、いくらアジア街を探って。カムロ町には東条会の手が行き、ここはその日。なるほど。しかし、あんたらの匂いが臭くてね。我々をこの町に招き入れたのは私の息子を殺し。そうか。やっぱりあのお前らとローは。アジア街を焼き、西洋界を引き込んだ大吾を警察に逮捕させる。ええ。ですが今は見ての通り、津貝さんが東条界の頭になり次第、なかなかしぶとくてね。改めて言いますよ、俺と手を組んでください。正直言うと、さっきまでローはこの四代目と一緒なら、それに俺がここでローを殺す、あんたはローから聞き出さなきゃならねえことでも、俺もローを殺しちまうより生け捕りにした方が、後々西洋界の連中を支配しやすい。俺とお前で利害が一致していると言いてえわけか。ええ、違いますか。思ったより甘え野郎なんだな。例の噂によりゃ、お前らは大吾をはめて無所にぶち込んだんだったな。俺はあいつをガキの頃から知っている。
極道と距離を置いていたあいつを東条会六代目に引き込んだのも俺だ。なるほど。要するに何があっても俺と手を組む気はねえってことですか。足は洗っても俺は結局根はヤクザだ。身内に手出した相手がどんな奴だろうが、やられたらやり返す、そういう性分なんだな。ふん、あんたのそういう振る舞いが計算づくじゃねえってんだから恐れ入りますよ。ん？ローさんの目の前で俺を倒せば、あんたは西洋界の信頼を得ることができる。今までもそうやって無邪気に動いてきた結果、あんたはその男気で敵も味方も魅了してきたんでしょう。自分の見せ方がうまい極道ってのは出世します。あんたがしてきたのと同じことを俺は計算づくでやってのし上がってきた。何が言いて？四代目、俺とあんたはやり方が違うだけで案外似た者同士ですよ。笑わせるな。これは面白い出し物が見れそうだ。四代目が怠慢張ってくれるとなりゃ、こんな無粋なもんは使えませんね。今度は殺す気でやらせてもらいますよ。上等だ。来い！島の竜。俺もここまでですね。今からどうあがいたとこであんたらから逃げることもできねえ。さあどっちが俺をやるんです？あんたか、それともローさんか。桐生さん、私は息子を殺されているんだ。言い訳をしないんだな。だが私の息子を殺したのは陽明連合岩見
クルス会長の息子が。あの男は東条会の頭を自分に都合よくすげ替えるために我々をカムロ町に引き込み道具にした。そして用が済むと私の命を狙い。なんだと。この染谷も東条会の巣。つまりこいつらは殺すね。そんなこと言ってるとあんた自分を殺そうとする男。たったそれだけの理由で殺しをしなきゃならんのなら私は寝る日。私の命を狙う人間は星の数ほどいるんだから。この場であんたを殺すことは、それは東条会といううるさい蜂の巣をつつくようなものだ。他より少し大きいだけの蜂を一匹殺して。俺が。そうだ。その上仮だって。それはそっ。だがあんたを生かすことで私への。だが息子の敵を取るためなら。桐生さん。いや、私もあの男とのやりとりを見たおかげで、あなたと、そもそもあなたをこんな場所。あいにくだが、タツカワのことを。俺がこんな。タツカワはあいつがやった西洋会への裏切りってのは何だ。残念だが、タツカワの裏切りを詳しく話すことはできない。あなたが西洋会に入って私に忠誠を誓うというなら話は別だがな。何だと。もっとも辰川の死の真相をあなたが知る必要はない。なぜなら辰川はあの赤ん坊の沢村春人の父親ではないからだ。あの子の本当の父親は他にいる。なんでだ。なんでお前にそんなことがわかる。まさかお前は遥のことも知っているのか。私から今言えるのは、カムロ町で抗争している組織にとってあの赤ん坊が重要な価値を持っていること。そしてその価値を知る人間がますます増えているということだ。ハルトの価値ってのは何だ。あの子の父親は一体誰なんだ。多分その電話には早く出た方がいい。あんたが思っている以上にあの赤ん坊の周りは切迫してきているぞ。あ、キリュウの兄貴、ユータです。広島でまずいことが。何があった。清美さんから連絡があったんす。うちの親父さんがハルトを連れて姿消したって。広瀬の親分がハルト。どういうことなんだ。俺にもわけわかんねえっす。もしもし兄貴、聞いてますか。すぐにだ。